今回は、ガンダムのトライオン3さん、ガンダムなのにメタビルやメタロボではなくスーパーロボット御用達の超合金魂で立体化されてしまうに対するネットの反応集を紹介していきます。超合金魂シリーズに、あの最強機動が登場。5月24日、金曜日より開催の魂エキシビション2024 in 台北にて初展示いたします。詳細は後日公開予定、続報をお楽しみに。トライオン3とダブルゼータガンダムのスレまさかの超合金魂。うおかわねば。なんで今頃トライオンなのかは知らん。まあ普通のダブルゼータは稼働戦士ブランドで出てるし。サイズが問題28センチならポチる、26なら底値で。トライオンマジか、欲しいけど予約できるかな。メタルビルドじゃないんだ。ガンダム出すにしてもなんでこれ。まあ勇者ロボーマージュなんでだと。ガンダムトライオン3とかいうすがすがしいくらいの勇者リスペクトな期待。まさか MG じゃなくて超合金魂で出るとは、見抜けなんだこの李白の目をもってしても。トライ見てた中学生がもう社会人なんだな。つか、ビルド系ってメタロボとかメタビルで出てない？出てない。そもそも元ネタがガンプラだから完成品自体がほとんど出てないのでは？ビルド系自体プラモ以外は食玩ガシャポンぐらいしかないと思う。そっか、これから完成品で出るならドムから出てくるのを再現したビルドバーニングもありかな。トライオンと並べるならトライバーニングだけど。つくづく他社からガンダム製品を期待したくなる。しかし版権はバンダイが握ってるから他社からは出せないというね。タカトミみたいにコラボとかでもない限り、何気に超合金魂では初のガンダムになるのか、超合金ブランドではメタルビルドやメタルロボット魂とかで出してるとはいえ。曲がりなりにもガンダムの超合金魂ってこれが初めてじゃね。一度クローバー風のやつ作ってみてほしい。でかいジムです。普通に超合金でガンダムあるだろ。横浜ガンダム、福岡ニューガンダム、エアリアル、キャリバーン、マイティストライクフリーダム。ただの超合金ならいくつか出てるけど魂は初っぽいね。めっちゃ超合金向けのロボだな。ガンプラアニメのオリジナルガンプラを超合金にするのは尊厳破壊というやつでは？よくわからん発想だ。おもちゃとしてならありと感じるプロポーションがもっとダサい感じなら二重丸。シールドがヒート武器になってるのは良いと思う。腕のシールドって飛行形態時の翼なんだから、盾として使っちゃまずいよね。盾が飛行形態時の機種になるゼータやウィングとかもいるから、そのツッコミは野暮だぜ。ダブルゼータのシールドってすごく頑丈だから大丈夫。ビーム引いて無傷な盾。腕の盾でミサイルを防いでたシーンも多分あった。出るかどうかは別にして、当然スダブルゼータとして売る余地を残した設計になるのかな。大体の部分がほぼほぼダブルゼータだからダブルゼータそのものも出せるの視野に入れてるんだろうか。超合金魂ダブルゼータって想像つかないけど。MG でダブルゼータのバージョン過渡期が出た時に、リデコでトライオン出るかと思ったんだがな。MG は旧モシンバージョン過渡期も、両方過渡期がベースだけど、それもまただいぶ顔違うしな。トライオン3が出るからこの後、超合金魂ダブルゼータが控えているなどという、甘い考えを捨てられない俗物ともめ、世界の都合というものを洞察できない貴様たちは、駆逐すべきだ。ダブルゼータとトライオンだと合体機構だいぶ違わないか？ダブルゼータガンダムからコアファイターなくして下半身をバックパックだけ外して別機体にした感じなので割と設計的に無理のない構造だったりする。トライゼータと並べてみたい。ロボット魂が発売されていればな。カラーリング的には大ターンとかに近いよね。勇者やエルドランの一号ロボはもう少し白死体になりがち例外あり。内箱はこんな感じで頼む。上半身の変形って、HGUC の差し替えありきの構造だったと思うんだけど、完成品の高級玩具なら完全変形させられるんだろうか。海トライオンの変形どう考えても不可能なんだけど、まあ差し替えなんだろうね。HG 版は画像の部品が分離時余剰になるみたいだな。拳とかすねのスペーサーパーツ四角い部品はまだしも突然現れる足首は処理が難しそう。合体前形態はよくこじつけられたなと思う。特に A。空張りで黒いのも出せるしやるね。ドライオンドライも出るかな？超合金のスペシャルカラーはお約束だね。トライゼータ矢印トライオン3矢印ドライオンドライって流れが好き。ガンダムで堂々トライオンを使うセンス。大ターンに似てる。ガンダムなのかスパロボなのかバリロボなのかいまいち解釈が追いつかない。ネタ元は無敵シリーズとエルドランでは。足りないところは勇気で補ってそうなガンダム。こいつの空張りでまんまエクスカイザーなのがビルドダイバーズにちらっと出てたような。いろんなスーパーロボットの要素入ってる感ある。スーパーロボットっぽいガンプラなかったからこれは良かった。プラモのリクトライオンがずんぐりしてて可愛い。超合金魂のリクトライオン、随分とシャープになったな。3体合体。
超火力増し増し、合体後に決めポーズなど、改造元のダブルゼータの要素を踏襲しているから好き。このスーパーロボット感にどうにもワクワクさせられる自分がいる。システム的にモビルスーツの機動性を保ったまま3人乗りモビルアーマーの火力をぶっ放せるからかなり厄介。幹で十分な火力を持たせつつロケットパンチ等の質量兵器やヒートウィングにして消費を抑えてんのが良かった。実際のキットの剣のビームエフェクトがかなり大きくて見栄えするの好き。体験はやはりハッタリが効いて良い。合体前の3機も良い。コアファイターとバックパックがなくなって謎の物体になったコアベースを鳥に仕立てたげたのは見事。トライオン3の発想とロマンっぷりにはビルドシリーズで一番と言ってもいいほどの感動を覚えた。最強機動っていう感じ4文字好き。翼だけどフラップのようなものはついてないんだな。アニメの可変ロボの翼にはよくあることだが。翼っぽいけどシールドなので、ギラッギラにしてほしい。スプリング仕込んである前腕パーツもくれ。グレートトライオン3フルアーマーかもはよ。さらなるパワーアップみたいよね。強化合体はスーパーロボットの花だ。2号ロボですどうぞ。クローバーのガンダムデラックス合体セットのリメイクを超合金魂で出してほしい。それが売れなくてメーカー倒産したらしいと聞く。ガンダムデラックスセットはすごい売れたんですよ。倒産したのはダンバインの時。ダンバインの年に倒産したであって、ダンバインが原因ってわけじゃないのよ。当時の子供はトリコロール好きだったんだろうか。ちょっと今風にリデザインすれば、サンダーボルトにいそうな感想だな超合金。なんで原作にあったライフルより捏造型キャノンの方がクオリティ高いんだよ。当時の価格で5800円をレンチなんて貧乏だったから絶対買えないわ。このジェベリンがフルコーンに付属されたのか。思った。初代の時代からあったのかハイパージェベリン。ジェベリンは半分寝た感覚で復活させたんだろ。持ってたなぁ。捨てなければ今ではかなり値がついたと思うわ。マジか持ってた人初めて知った。メルカリで12マソだった。うわお、こういうの見ると、子供の頃のおもちゃを捨ててしまったのが悔やまれるわ。アニメでは出てこないけど G アーマーは分離式だから設定上はこういうこともできるはずっていうのが再現されまくってる感じか。これか。だいぶアレンジ入ってるな。でもかっこいいかも。すっげえマッシブなアレンジ入ってそうだな。それが欲望が出たな、顔は。関西人すごいな、スーパーフミナもフィグアーツにしちゃおうぜ。トライオン3、超合金魂で立体化に対するネットの反応、いかがでしたでしょうか？実物の発表はまだだけど、スーパーロボットリスペクトな見た目なので、かなり似合いそう。それでは、次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。